今週筑波の週で筑波すごいいいチームなんで全員でやってくるし激しくるからタフな試合になるけど練習の中から多分一番最初が今日タフだけどしっかり筑波想定して全員で声かけて一人させないようにして頑張ってください。はい。なんか雰囲気暗くないですか？土曜2だからですか？立正戦7分ハーフ14分の試合で。何回ブレイクダウンターンオーバー起きたかわかりますか？5回です。すごい。あのまま僕たちが80分間試合してたら29回ターンオーバー。いけますよ。頑張りましょう。ってことで、去年筑波にも12個やられてるんですよ。やり返しましょう。X だったり、P であったり、E、スペーシング、OK、で今の KB をしっかり押さえてじゃあなるべく P を広くさせたいんで、でこれでガードそう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 朝日、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 逃げたら絶対俺らがオーバーストップとか取られるからそれに対してしっかり正面で向き合ってバトルしましょう。行きます。よーっ、いいよ。Say why? No, say why Mr. Nine? なんで9番みたいなのかと僕がバック見たかったです。僕の持ち場。You gotta always think about your next job. So as soon as you come out of the tackle, 仕事をいつも考えて。What's your next job? タックルしたら、What's your next job? So you gotta get square, you gotta look up, and you gotta see what the threat is. Okay, so you gotta think about your next job. 仕事を。はい。ポッキー、ポッキー、ポッキー。もう良くなったね。すごい良くなった。Double shots, double tackles, because they are just square. Square and come up. And they're getting their bodies right in front, much better. Really good. 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 That was better. Squarer. Much better, mate. Yeah, much better. And you know the kickback here? Yeah. You should be looking for 22. Yeah. Really awesome. Keep low on half. Yeah. At least try to make it dance. Yeah. Mate. You got a good kick on you. Yeah, he was on, just on the 22s. Yeah. I thought about it. Always. Should I kick it harder? Yeah. Kick it harder, mate. Low. And just try to dance before. Make them come forward. Yeah. Because you've got good skills on it. That's better when you're scoring. Much better. Just keep working on it. ところ一番簡単なところなんで、そこアタックやりましょう。上。OK。します。よっ。どうぞ。3日間終わりましたけど、振り返ってどうですか？筑波戦に向けて、まあいい準備ができてます。今日エディさんが来てくれて、まあ僕たちの課題を明確化してくれたんで、そこは明日の明後日の試合練習で。修正していい試合にしたいと思います。
次の雲。オッケー。ラウン。オッケー。セブン。セブン。セブン。デモス。セブン。いいよ。レッツいいよ。セブン。セブン。俺勝負できないんだよ。そのバックファイブとコネクションのところもすごい合ってたなと思うんですけど、あのヒックさんのところがちょっと気になって、マインドバレーのヒックさんっていうところと、ヒットした後は低いんですけど、その後こう追いつかないようにするところもまだまだかなと思うので、そこをヒックさんのところはもっとこだわり続けていいかなと思います。はい、そこはやってみましょう。はいはい、あの1個スキルのところで、あのやっぱり相手との駆け引きあると思うんだけど、あのバインドであの入っちゃったりとか、組んだ後にすぐ落ちちゃったりっていうのはやっぱ癖になって、それがあのレフリーによってはすぐペナルティーとか取る人もいるから、そういうのできるだけ、まあ、駆け引きある中でなくしていけるようにしよう。あとモンスのコールのところまだちょっと浸透してないから、ちょっとフランカーの人たち頭入れて導入してるところだけど意識して声出してください。 OK します。よーっ、そうそう、試合ではしっかり、試合のきつい状況で、スキルしっかり出すところをちゃんとやりましょう。モールは、やってきたまとまりとコミュニケーションというのを、しっかりやっていって、トライしましょう。ワンツースリー、三人です、ゼロ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 、こっち来た、こっち来た、明確にしてチャレンジして、別にトライ取れなくてもそこで S ゾーンでフェーズ重ねるだけで、チャンスよっ、バックス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 バ、ここで思い切って楽しんで、okay. やってきてください。よし、みんな分かってると思うけど、筑波ブレイクダウンで言ったら日本一のチームだから、俺らがまずここ倒せば日本一に近づくし、ずっと言ってるけど、しんどい時に自分の役やることと一人にさせない、この2点だけ、okay. タフな時間楽しんでいきましょう。おい、行きます、しゃワッツンスリー、Oh, no.
ほど。最初フォワード、フォワード最初にリカバリして4分後にインスタトーステンションできてないんで、そこでズレが生じてるから、まず自分だけできるんです。両者だけ自分の処分。 OK、 前半お疲れ様でした。ここからね、後半40分もう一回みんなで戦いましょう。自分の役割、あと後半絶対差出てくるから信じてくる。もう一回おらんしちゃうんです。ここは差出るから全員で下がっていい後半しよう。行きます。ワンツースリー、はい、よっ、ナイスカイゴお疲れ様でした。今年の、ね、チームで初めての、ね、国交の試合、たくさんいいところもあったし、簡単なミスもあったし、次の、ね、反省、たくさん、もらえた、筑波大学にもらえた素晴らしい一日になったと思います。引き分けっていうのは多分今日の試合だったら良くない結果だと思ってるんで、勝てる試合を落としたっていうのはしっかり考えて修正できるところ修正して来週に臨みましょう。ここ数年負けてた相手に対して、まあ、なんか今までやってきたことをここまで出せたっていうのは結構なんかみんなシビアな感じで言ってますけど、僕は自信持っていいと思うんで、また来週からなんかその秋に勝つために必要なことを試合続いていくんで、しっかり修正してやってみましょう。筑波戦、はい、終えての感想をお願いします。はい、チームとして引き分けっていう結果に終わってしまったんですけど、そのいい部分は勝てたし、悪い部分もあったということで、次につなげていけたらいいなというふうに思います。個人としてはそのブレイクダウン周りのプレッシャーがすごくかかって、でそこのさばくのというところでちょっともろついてしまったところがあったので、そこは悔しかったなというふうに思います。次に向けて頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。筑波はいいチームなので、しっかり自分たちの実力をチャレンジしていこうっていう点で今日臨んでんですけど、まあ、勝てる試合を落としてしまった、まあ、自分たちの甘さが出た試合だと思うので、まあ、1週間これを糧にしていい準備して、次もっといいチーム、もっといい試合をできるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。初国交どうでしたか？いや、最初緊張したんですけど、まあ、ゲームに慣れていくことができてよかったです。次も頑張ります。今回の試合では、試合の最後までハードワークしたんですけれども、結果勝ちきれなかったっていうのが課題で、次の試合は、しっかり勝ちきれるように、練習からこだわりを持ってやっていきたいと思います。